お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、焼き鳥くんコラボではないんですけども、焼き鳥くんのね、はい、BO3 をやっていきたいと思います。で、今回は焼き鳥くんとクロスボウ対決をやりたいと思います。なんで、まあ、お互いにね、絶対クロスボウを使うっていうわけで、まあ、多分ミラー対決にね、結構なると思われるんですけど、まあ、焼き鳥くんといえばクロスが得意。で、このクロスがもう焼き鳥の中の一番ですね。一番得意クロスを、まあ、僕がね、もうボコボコにしてね、そのちょっとね、まあ、病んじゃうかもしれないぐらい、ちょっとボコボコにしたいと思います。で、まず僕がクロスを使えないっていうのを皆さんは知ってると思われるんですけど、まあ、そんなら関係ない。はい、こちら。もうね、準備しております。で、まあ、クロスボウを使うっていうのはね、お互い、まあ、知ってるわけで、なんで、もクロスをね、今回僕はもうメタデッキ。もうジャイクロス、なんかクロスって結構ジャイディガがきつい、一番きついって言われてるんで、まあ、ジャイクロスとか、まあ、これテンプレなんすけど、まあ、あとはゴレクロスで、またジャイクロスみたいなディガっぽいクロスですね。まあ、もう焼き鳥くんメタデッキがもう僕はね準備できてるんで、まあ、そんな感じでやっていこうと思います。なんで、まあ、焼き鳥はえってなるでしょうね、多分ええってはって聞いてないよってなると僕は予想してたんですけど、まさかのちょっとね、このクロス入ってれば何でも OK ってことっていう、これっすよ、この焼き鳥の。多分これ、感づかれたんですよね、多分感づかれたから、なんか焼き鳥も多分クロスメタの変なデッキを使ってくる可能性があるってだけでわかんないですけど、まあね、多分最初はテンプレを使ってくれるんじゃないかなっていうことで、さあ行きたいと思います。マジで、だからここで、普通のね、まあ、焼き鳥といえば、まあ、ミニペクロスとか、よく使ってるんだけど、その辺を使ってくれると、すごい嬉しいんですけどね。嬉しいというか、まあ、ルール上。さすがに気づいてないと思うんですけど、これで、なんか、意味わかんないクロスだったら、もう、バレてる。あ、やった、テスラクロスだ。よし。多分、普通のテンプレだと思うんですよ。さすがにね、さすがにテンプレだ。よかった。よかった。さすがにテンプレだ。オッケー。来てましたよ、皆さん。皆さん来ましたよ、これ。ヤギドリくん。え？出た。おっと。これだよ、これ。こういうことするのよ、この人。もう俺の企画バレとるやん。バレてるやんっていうね、この人。いやー、まあ、僕もクロスを、まあ、目立ってるんで。まあ。さあ、ヤギドリくんは、ディガっぽいクロスですね。いやー、同じような考えてんな。同じようなこと。さあ、まあ行きたいと思います。こっからですね。これは面白い。だって、お互いクロス使って分かってるから、まあ、クロスはメタルじゃないですか。いやー、一人圧勝勝ちしたかったな。焼き鳥もまあ気づくか。さすがに気づくか。うわ、テスラ入れたの。やば！ちょっと待って。あ、なんか違う。え？あ、クロス入ってたよな、でも。うわ、やばいな。これやばいな。やばい。ちょっと待って。本当は、もう、焼き鳥が普通のね、テンプレクロスを使って、俺がボコボコにするっていうのを、取りたかったんだけど、やばい。これはやばい。俺の計算ミスだ。普通に、バレてた説。まあ、さすがに、いや、バレんのかな。でも、こっからですね。ちょっと、こっから勝ちたい。これで、負けるのは嫌ですね。嫌だ。これちょっとザップで大変したいと思います。よいしょ。フェイ。入るよ、ホバリングが。いや、おいしい。しかも、ジャイあるんで、怖くないですね。あー、おいしい。グッドゲームって言うとこ。ジャイ。おいしい。で、ホバリングで、おいしい。で、ジャイにターゲットをテスラが取ってから、ロリーババですね。オッケー。で、ディガーも飛ばして、オッケー。ザップ打って、オッケー。これはグッドゲームだ。いやー、待って、これコメント欄で、ラット性格悪いなーってめっちゃ言われそうなんだけど。やばい。でもこれは、まあ、勝てばいいから、賞味勝てばいい。これ無視ですよ、無視で。ここでジャイで攻める&クロスで攻めたいですね。あー、このポイズン痛いな、このポイズン痛いけど、まあ、言うてみたいなことある。いやー、いい防衛してくるなー。まあ。これ、ロリババプラスディガーで削りいきます。焼き鳥はディガーとポイズンだけなんで、まあ、僕の方が圧倒的に
火力がありますね。いやー、これはグッドゲーム。しっかり煽っていきます。しっかり煽っていきます。しっかり煽っていきます。オッケー。あと最後はジャイディガ。ジャイディガしとけばもう落ちちゃいますね。これでディガー飛ばして、ほい。あは、もう無視無視無視。これポイズ塗って、まあ何が来ても。あれに入る。入るよ。あ、入るよ。入るよ。あ、ザップ。ほい。あはー、勝っちゃったー。申し訳ない。申し訳ない。まあ、こうなっちゃうんですね。まあ、そういうことですね。まあ、クロスポイクって僕に勝てないようじゃ甘いですね。甘いですね。はい。なんで、まあ、B が3なんでね。もう一つあるんですけど、さすがに、さすがに今、こうなるですね。こうなるけど、まあ、甘いですね。甘い。考えが甘い。このディガっぽいなんか、さすがにわかるですからね。というわけで、次。次。もうクロスは飾り。クロスは飾り。クロス対決。どっちが本当のクロス界かっていうのを教えてあげたいですね。いや、でも、ファイブを入れてきそうなんですよ、次。わかります？で、多分、焼き鳥高回転が好きだから、高回転で回されて、このデッキはきつい気がしてきた。ファイブを入れるっていうことは、ホバリングを腐らせたいですね。なんで、ホバリングじゃなくて、ライドラとか、もうバルーンとか、まあ、そういうのを入れたいですね。いや、何にしようかな。何がいいかな。いや、もうここで勝って終わらすよ。っていうので、まあ、ライドラかな。ライドラ、なんとなく強いじゃんっていう。よし、行こう。行きます。いや、これで二立てして、もうごめん、俺の方がクロスうまいわっても言えるんでね、これで。よしよし、ボコボコにしたいと思います。さあ、かかってこいよ、かかってこいよ。よし。さあ、で初手これでフルムシは危ないんで、一回あれですね、もう防衛専用クロスボウチャキチャキっていきます。あー、ゴブリ、甘い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 ですね。焼き鳥は多分これジャイダクネ的な、多分ジャイダクネ説あるんですよね。焼き鳥ジャイダクネディガー説が濃厚だけど、わかんない、全然わかんない。はい、クロス、まあ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 、そこはね、そこはお互い入ってるんで。なんじゃこの戦い。だってクロス、クロスボウ対決じゃないやんってなっちゃうよね。クロスボウ対決じゃないよな、これどう見ても。まあ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 、よし。さあさあ、いけ、ランバー、さあいけ、メガゴー。ああ、なるほど。あ、ミニペッカ、あー、回転が早いですね。回転が早い、彼は高回転好き。まあまあまあ、でテスラが、まあそこで終わってるから、いや、これライドラ咲くの渋いな。まあでも暇だからいいや。暇だから咲いて、このテスラにどうせ守られるのか。痛いな、痛いな。まあけど、今ので焼き鳥はアイゴレミニペゴブリンっていうのが分かりましたね。アイゴレミニペゴブリンっていうのが分かったんで、あ、これダメだ。ポイズン入るわ。いや、まあいいや。まあいい、まあいい、まあいい、まあいい。ちょっとクロス、初心者すぎて、全然ただただ置いてた。ただただ置いてた。で、これ、ゴレ展開した瞬間に、ワンチャンクロス置かれるかな。あは、よかった。よかった。よし。ここですね。ここで、1分入るから、刺したいな。ランバー咲いて、ランバーにミニペ咲かして、ムートを後ろから出して突破するかな。理想だけど、多分、ヤキちゃん、対空ないの、この子。この子、対空ないから、この子、対空ない読みの、もう、どんどん、つけるパティン。あれ、これ買ったくない？ヤキちゃん、ヤキちゃん、ヤキちゃん、ランバーそっち行く。まあ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 ですね。あは、ヤキちゃん焦ってますね。ヤキちゃん焦ってる、ヤキちゃん焦ってる、ヤキちゃん焦ってる。ここで攻めクロス、攻めクロス、うん、クロスボー対決なんでね。あ、そういうこと、そういうことするの、それはちょっときつい。あー、惜しい。さあ、で、今、クロス咲いた、ムートあるから、多分、ゴレ展開していいと思うんだよな。で、サイクザップでね、ターゲット変えれるんで。うわ、出たよ。そういうの、タッチ悪いわ。タッチ悪いわ。痛い！やばいやばい、待って。やばいやばい。痛いな。ここ突破したいですね。ここ突破できれば勝ちですね、もう。勝ちに行きたいと思います。ポイズンで溶かす。で、ゴレが残ってるんで、
追加。いや突破できないかな。いやできる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 、頑張れ頑張れ頑張れ。オッケー、ナイスライドラ、いいよいいよ。はい、ムート、ムート、あれヤギドリくんクロス対決、僕の勝ちじゃないですかこれ。ヤギドリくんよりクロス上手い説が。あらあら、ヤギドリくん、ヤギドリくん、そういうことです。グッドゲーム。やばい、自分でもわかる、性格悪いわ。グッドゲーム。というわけで、もう分かりましてね、クロスボウ、もう俺の方がうまいわ。うまいわ。やばい、これはやばい、これはやばいけど、まあね、本当のクロス対決で勝ってるんで。はい、というわけでね、まあ、今回はこんな感じで、まあ、クロスでね、焼き鳥くんボコってたんで、いいかなと思います。で、まあ、一応ね、概要欄に焼き鳥のチャンネルも貼っておくんで、まあ、チャンネル登録してない方はぜひ、この人はあれですね、テンプレの、テンプレのちゃんとしたクロスはね、多分焼き鳥の方がうまいと思うんで、はい、ぜひぜひね、チャンネル登録したり、まあ、チャンネル覗いてみてください。というわけで、まあ、今回終わりにしようかな。なんか言いたいことある？ことある？はい、もう最後締めですね。まあ、ヤキさん。今朝の何時だ、2時ぐらいに集合ってなってるんで、まあ、2時半とかかな、はい、ぐらいですけど、ちょっと付き合ってくれたんでね、よろしくね。今度ください。しゃーなし、しゃーなし、しゃーなしだね。はい、OK。というわけで、まあ、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。